ゲンフー性能どうもオーケムですガンちゃんです二人合わせトッポギ侍ですはいということなんですけど今回はとある方から急遽トッポギ侍宛に依頼が来ましてぜひトッポギ侍にやってほしいことがあるということでねとあるところに来たんですけど、はい、あの僕たちやっぱ日課の駆け足じゃないですかもちろんですよ日課の駆け足なの何それ急に最初言えてたよかっこよく日課の駆け言えてたってなんで直してちょっと変にすんの日課の駆け足じゃないですか、まあまあ、日本人と韓国人で韓国で住みながらやってる YouTube を撮ってるんですけど、うん、そのトッポギ侍しかできないことをやってほしいということで、うんまあ、僕もあんまり内容は分かってないんですけどざっくりとした内容で言うならば、うん、韓国でデビューするみたいな話が来ましたついにまあ要はアイドルデビューっていう感じなのかな何それついにデビューのってもう驚きすぎて変な格好になっちゃってんじゃんえっちょっと詳しく聞かせて詳しく聞かせてそのやっぱ僕たちさ、うん、アイドルを目指してる身じゃないですか YouTube をやりながら並行としてねもちろん目標ね、うん、やっぱステージ上でねみんなをさ笑顔にさせたいしこれは YouTube のも同じですからね、うん、僕たちが動画撮ることで笑顔にさせて力つけていきたいっていう思いでね YouTube 撮ってるんだけどそれとは別でやっぱアイドルっていうのもさ夢見る職業であるじゃんそうですよしかも僕たち韓国に住んでるからさ K-POP アイドルとか超有名だしさ、はいはいはい、皆さんも好きじゃないですかでやっとそこにトッポギ侍が乗れるっていう本当に、まあ、あんま分かんないですけどねちょっとお母さんに言わなきゃデビューするって早っ早っだってこんな嬉しいことないよ早いね早いよ、うん、まだ決まってないですからあ決まってないの今日はちょっと呼ばれたんで初めての顔合わせというかその方たちとお話しして、はいはい、まあダンスの練習とかあるのかなリハなんかおうおう あるアイドルっぽいねアイドルっぽないそんなポーズはこの世にないからないこれいやいやもう一回見せアイドルっぽいねアイドルっぽいねないそれはないのアイドルにはないそうなこう普通さこういうさかっこいいやつじゃんまあ僕たちトッポギ侍しかできないそういうことをやっていただきたいということでちょっと早速、はいはい、向かっていきたいと思います顔合わせはいうわワクワクするじゃあ早速、うん、とある方に会いに行きたいと思いますそれでは早速行ってみよう、うん、トッポギ侍がサランヘしますはいということなんですけど早速お呼びいただいたスタジオに行ってみたいと思います、うん、ダンススタジオ行きましょうか行きましょういや韓国のダンススタジオとか初めてだからね緊張するな、まあ、地下にあるのね何があるんだ大丈夫早いってめちゃくちゃ緊張してるから早いってハート強く持てよちょっともう心の準備じゃないっていつもの A A を一回の A を行くせーの A A あー失礼します失礼しますおこんにちはこんにちは初めましてお久しぶりですはいトッポギ侍のガンちゃんとオガメと申しますあの実は、はいはいはい、鈴木さんっていう方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、僕たちが屋台飲んでたら、うん、おっと僕じゃ侍や言うて毎日新聞の方で僕たちを記事にしてくださった、はいはい、すごい僕たちの恩人の方がいらっしゃるんですけど日本でね一回会ったんだよね撮影したよねそう、その時にマリコさんが来てくださって、はい、そこでまた仲が深まってそうマリコさんは韓国でトロット歌手をやられてるんですよ、うん、実はで、はい、そうだね、そういう感じでちょっと僕たちにしかできないことがあるということで呼ばれたっていう感じなんですけど、はいはい、顔が綺麗な人出してないし、トロット歌手さんですよ、はい、マリコさんはそうです、はいはい、それで今日はどういう形で僕たちを、はい、まだレコーディングしてないんですが、はいはい、あのヘンボキタロインナという曲を、はいはい、新曲で出るんですね、はい、それのバックダンスを今日またマミ先生がつけてくれるので、はいはい一緒にできたら嬉しいこれすごいことよ皆さんえってことは僕たちが、ま、あのマリコさんの後ろで踊らせていただくっていういやいやいやいいんですか踊らせていただくんじゃなくて踊っていただくというデビューってことでいいんですよねお母さんに電話してくれ早い早い早いお母さんに早いから韓国デビューするまだ分かんないからお母さんに連絡したけどまだ分かんないまだ分かんないダンスの実力が下手すぎたらあそっかこれ NG 出るからあそっかそっかトロットキャスさんなんですよね、はい、ちょっと改めて、はい、その僕たちは分かるんですけど視聴者さんがね多分トロット歌手ピンって来てない方がいらっしゃると思うんで、はい、そのどういうきっかけでトロット歌手になったかとかきっかけですかなんで韓国で活動してるのかとかちょっとお聞きしてもいいですか、うん、まあ、あの日本でドラマから入ったんですけれども韓国好きになった理由はそれからですね日本の CS で映る韓国の KBSチョンウンのレジャラという番組を見て、うんうん、この番組出てみたいと思うようになって、それがきっかけで、まあ、韓国で歌いたくて出たことが、まあ、最初のきっかけですね。すごい
ってことはそのトロット歌手っていうのは日本の方では唯一一人なんですか？当時は私しかいなかったはずなんです、はい、なるほど、ね、ってことはパイオニアってことですよ。いやいやパイオニアです。パイオニアだって。わあすごい。違う、自分で言うのおかしいじゃないですか。すごい。大きな事務所に手伝ってもらったりとかしたわけじゃないので、うん、本当にあの個人でチョンゴヌレジャランを見ていた方には分かると思うんですが、ソンヘ先生という有名な、うんうん、あの司会者の方にいろいろちょっと後ろ盾といいますか押していただいて、でオヘギュン先生という方に曲を書いていただいたことがきっかけで、うんうん、あの韓国デビューに至ったという。なるほど。俺たちは 歌わない。歌はちょっと俺たちじゃないね。あのダンサーさんですか？専属の。はい、基本専属。あ、専属さんなんですか？そうなんですか、はい、ダンサーさんってことはそのダンス経歴も結構長いんですか？10年ぐらい。長っ。趣味合わせて。あ、なるほど。仕事したのはもう2年ぐらい。うん、ってことはプロの方っていうことですよね。そうです。ってことは韓国で今住まれてて、はい、いろんなダンスレッスンをしたりとか。そうです、レッスン基本でやってて、うんうん、あとはワークダンスとか、はい。あ、なるほど。血が騒ぐわ。ちょっとあの今までなんかバックダンサーとかしてみて、そのなんか有名な人に会ったとかそういうのってありますか？いいっすね。有名な人。はい。マリコさん。お、さすが。さすが持ってるわ。パイオニアだもん、だって。パイオニアですもん。マリコさんが一番有名。うん、ってことはその僕たちに今回あのダンスを教えてくださるっていう感じですよね。で、あの本当ごめんなさい。皆さんもお気づきかもしれないんですけど、あの。あれ、怪しい方。怪しい。やめとけよ。そんなことねえわ。この方はちょっと僕は初対面なんですけど、はいはい、初対面でよろしくお願いします。はじめまして。あ、はじめまして。はじめまして。僕は全然関係ないんですけどね。関係ないかい。関係ないのに。一緒にダメですか？一緒にダンスやんないんですか？ダンスはない。バックダンサーの方ではない。バックダンサーじゃないんです。あ、違うですね。何をやられてる方なんですかね。僕はあの、はい、こっちであのロックバンド。うわー、ロックピカチョンゴルっていう、はいはいはい、やってて、実は1999年に韓国で初めてデビューした日本人のバンドなんですね。すごい。ってことはそのコッチャンコンチョンゴルっていうところはその日本の方のみの。そうそう、それを韓国でやられてるという。あ、ってことは今もやられてるってことですよね。今はやってるんですけど、はい、メンバーはちょっと日本に住んでたりするんで。あ、なるほど。てか、なんかさ、コッチャンチョンゴルじゃないですか、うん、で、トッポギジャマラじゃないですか、うん、ちょっとに、なんか似てるものがありますよね。通ずることがありますよね。本題なんですけど、あのマリコさんが新曲出るということで、はい、出すということで公演があるんですよね。あ、はい。あ、これはどういった公演なんですか？あの、私の作曲家先生が、はいはい、仏様の曲を書いたり、はい、することが多いんですよ、はい、あの、仏教音楽の曲で、うんうんうん、お釈迦様の誕生日ですね。そうそう、うん、5月の途中にあるんですけど、うん、でそれが合わせて12日に、うん、オーレイン先生とマリコさんのデビュー曲を書いてくれて、はい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 、2回目シングルで、うん、出しますので、うん、それをのイベントというか、まあ、そう、なるほど、年に1回必ずやってるんです。ってことはそのマリコさんだけじゃなくてもいろんなアーティストさんも出るってことですか？マジか。 KBS に出てるようなあの、はい、女性の美しい歌手も来ます。おお、その観客の方も韓国の方で。そうです、もちろん韓国の街中でやりますね。いや、これ素敵なのが、うん、その日本の方じゃないですか、はい、日本の方でその韓国の方に歌とか楽器とかダンスで力を与えてるっていうことじゃないですか。そうだよ。韓国の方をその元気づけて、うん、要はもう日韓の架け橋をやってるわけじゃないですか。確かに僕たちも日韓の架け橋なんですけど、日韓の架け橋なの？何それ、恥ずかしくない？しかも言えてたじゃん普通に。ミカの駆け足なの？はず。これはさすがにちょっと僕たちもバックダンサー、うん、ぜひやらせていただけるってことでお力になればなと思いまして。いいですか、僕たちも。光栄です。ありがとうございます。お願いします。じゃあちょっと早速、うん、あのダンサーさんにちょっと教えていただきたいなと思って。いいですか、早速。はい、ぜひ。ちょっとあの僕はこれでいいんだけど、オガメ動きづらい。オガメもこれだいぶさ。うん。動きづらそうだね。そう、動きなんか俺ちょっと着替えてくるわ。いいですか、うん、着替えてくる、着替えてくる。すいません、本当に。ちょっとごめんなさい、着替えてくるんですけど。あ、おいしそう。いや、違うさ、俺もうダンス好きだから。なんかさ、ごめんね、なんか今日ダンスあるってさ、ちょっとオカメにさ、先言っといたんだけどさ、まさかこのスノーマンで来るとは分かんなかったわ。
すごいな。いやー、ちょっとやるぞ、ダンスやるぞ。やる気がすごいか。やる気すごい。俺今日だって今日マジで俺今日センター張るから、うん、なるほどね、うん、ちょっと待って、ちょっとお前こちらを見てないよな、うん、いや、言うな、よし、楽しみ。やっぱり小川がおもろいわ。教えてもらう、早速お願いします。よろしくお願いします。ダンス教えてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あ、もちろんです。これはもう僕たち2人、お、はい、それはないかな。もしかして関西の血入ってます。早かった今。最初にワンツースリーフォーなんですけど、ワンツースリーフォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワンツースリーフォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、で右足を前にフォー、ワンツースリーフォー、スライドで持って上がってつきます。で、次はまっすぐに右足、左足で胸に当てて、ちょっと早い、先生早い、ちょっと早い。オガメできるよ、オガメできるよ。わあ、すごい、覚えるのが早い。それ何？ダンスちょっと経験あるんで、すみません。あ、そうなんですか。はい、すいません、ダンスの経験が本当すみません。いや、上手だ、上手だ。早いね、覚えるのが。え、これこう手がワンツーセブン、下に下に、あ、ここだ。ツー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 、あ、オッケーです、オッケーです。ですね。ちょっと待ってくださいね。ラララララララってなるんですけど、はい。タラーン、あ、こうか。セブンで、左足から、上に、左右、オー、上げて、ウォッチ。で、ちょっと下がる。ウォッチ。ナム、ジャ、ヤー。スワイル。モッチンナムジャヤ。モッチンナムジャヤか。はい、お願いします。はい、先生、ちょっとオガメはどう？え、教えるのどう？めっちゃ上手じゃない？すごい、めちゃめちゃ上手だよね。だって俺すぐ曲入ったよ。だって今5分しか経ってないけど、マジですごい言ってるから、すごいね。いや違う、俺がすげえのよ。教え方がすごい、教え方じゃない、俺がすげえのよ。ちょっとやっていただいて。すいません、はい。ナムジャだわ、ほんとに。さすが、さすが。やっぱオガメンは上手だね、ダンスが。でしょ。どれくらいやってたんですか。もうあの中学校の頃から。ああ、そうなんですね。はい、それはもう今は早いわ。あと教え方もすっごい上手です。教え方、いや、もちろん教え方が。なるほどね。まあ大体ダンス練習8割ぐらい終わって、まあリハーサルちゃんと、まあしがみついてるみたいな感じなんだけど、うん、やっぱオガメン上手だね、ダンス。やっぱ俺上手だね。うん、軽快だわ、覚えるのも早いし。そうなんだ。やっぱその表情とかもこわばってないから。そうそう、なんかアイドルっぽいんだよね、やっぱ。ぽいってやるってアイドルだから。あー、ごめんごめん。なんでちょっと違う感じ出すの、雰囲気出すの。アイドルで合ってるから。やっぱね、覚えるのが早いから、うん、やっぱダンス踊るオガメン見たらなんかすげえなと思うな。何が大事なの結局。うん、本当にマジでキレ、キレ、キレが大事なんだ。ビールとダンスはキレが大事って言うんですよ。
なんか逆に僕はさ、やっぱダンスが苦手だからさ、うん、すごいついてくるのに必死なんですよ、うん、けどすごいなんか楽しいわ、ダンスって、うん、あんまり苦手なものでもなんかチャレンジしていく感じ、めっちゃ好き。あとなんかさ、みんなでさ、練習したものがさ、揃うとさ、うん、すごい、うわー、達成感って感じで。そうだね。とりあえず僕は振りとこばわらないように顔を、そういろいろね、なんか緊張しちゃってなんかロボットみたいな動きになっちゃうから、引き続き、まあ残りのもうちょっとダンス練習頑張っていきます。ちょっといいですか、はい、あ、カナさんぜひ。また来た。あの、カナさんは後から来てくださったダンサーさんでございます。ありがとうございます。韓国の方とね、ご結婚されてるんですよね。そう、韓国の方と結婚されてる。4年目ですよね、ご結婚が。はい、本日ありがとうございました。いや、無事にダンスの振り付けを教えてもらって、はいはい、僕たちもまあ初心者ながら頑張ってついていったっていう感じなんですけど、うん、本番はどのような感じなんですかね、はい、もう僕たちが衣装とか、女子が2人黒で着ます、はい、だから白でも黒でも何でも構わないんですけど、2人が色があったら、あ、かしこまりました。白の幕の色によってちょっと白だとかぶっちゃったりとかってあるじゃない。黒の方がいいんじゃん。じゃあバシッとスーツとかでも大丈夫ですか。はい、はい、バシッとジャケット着て。マリコさん食っちゃっても大丈夫ですか、衣装で。食っちゃってください。ダメだ、ダメだ、食わないぐらいで。本当にもう、じゃあこれいらない。そうなんだ、バッ、え、この黒、黒い、いやいや、それ黒子だろ。ちょっと待ってちゃんと突っ込んでくれる。今日は本当にわけあやいと楽しく撮影できました。ありがとうございました。で、あのマミさんが個人でレッスンをやられてるって聞きました。あ、本当ですか。ぜひなんか僕たちが少しでも力になればいいなと思うので、ぜひ。ありがとうございます。はい、インスタで募集してるので。あ、ぜひじゃあ概要欄の方に、はい、貼っておきます。ぜひあのご興味ある方は見てみてください。はい、じゃあ本番に向けて、はい、じゃあ最後ちょっと AAO で締めますか。はい、成功を祈って、じゃあ僕が AAO って言ったらみんなで AAO で言いましょう。はい、本番頑張るぞ、えいえい、おー、本番お願いします。本番当日になりました。イエーイ。いやー、かっこよくしてるね。いや、もうあの衣装、うん、バチッと決めて、うん、でもちょっと本当ごめんなさい、昨日マジで寝れなかったです、緊張して。あ、そうなん。もうだって振り間違えたらどうしようでさ。確かにね、もう頭の中ずっと考えちゃって、うん、全然寝れなかったです。なんかこんな感じですごいステージなんですよ。すごいね。お客様の席もだいたい1000席ぐらいあるのかな。いや、もっとあるよ、5万5000あるよ。5万、あれ東京ドーム違うの、ここかのように。ちょっと僕たち今日しましょう。しましょう、しましょう、しましょう。で、オガメもさ、なんか、うん、アイドルデビューするわけじゃん。するよ。ちょっとお母さんには連絡、もちろん連絡した。あ、お母さん韓国からね、うん、来れなかったから、あ、映像を収めて、うん、この YouTube で見てくれるって。なるほど、うん、すごい喜んでくれたよ。応援は、応援はしてくれてる、ね、喜んでくれた、すごく。あ、よかった、ありがとう、ありがとう。僕もね、あの、行ったところ、うん、ちょっと頑張ってっていう、あ、本当に励ましメッセージ来て、うん、まあちょっと僕たちさ、まあ素人なわけじゃん。そうだよ。まあ僕たち素人なりに、うん、今日は全力で、うん、本当に頑張っていきたいなって。そうだね、思って、やっとこういった機会を僕たちがいただけたから、韓国人の方が見てくるさるわけだから、うん、その人たちに熱いなんか情熱を届けられるように、ダンスからね、みなげるやつあるじゃないですか。情熱でいい？そうやってやっていきたいなと思うんですよね。俺夢を届けたい。あ、夢、夢を与えたい。じゃあ夢と情熱でいきましょう。あ、いきましょう、いきましょう、いきましょう。それを与えられるようにちょっと今日は頑張っていきます、はい。ダンスってさ、何が大事なんだっけ。やっぱダンスとビールはキレが大事って言いますから終わってビール早く飲みてから、こうダンスもキレやって、終わってキレのいいビールも飲みましょう。面白いねやめて、君って早くかして、早くかして。中途半端なところを行かして、もう長い刺してくるよね。行かして、行かして。ってことでね、うん、2時間後ぐらいに始まるということで、うん、ちょっといろいろ僕たちも準備しなきゃいけないので早速、うん、あのね、テントの中にマリコさんとダンサーさんがいらっしゃるということで、ご挨拶の方から行きたいと思います。うん、こんにちは。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 お久しぶりです。マリコさん、お久しぶりです。こんにちは。先日はありがとうございました。あの、うん、今日本番ということで、うん、ちょっと緊張してます正直言ったらめちゃくちゃ。大丈夫ですかね、僕たち。この前どうでした、ダンス。お、めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。コテコテやな、相変わらず。相変わらずコテコテの関西弁。ちょっとこの前教えていただいたんで、ちょっと僕たちがちょっと今日本気になって頑張っていきたいと思うんですけど、前回いらっしゃらなかったです。そうです、初めまして。あの、ちょっと簡単な自己紹介だったりしていただいてもいいですか。お名前とかは。カメラに向かってカメラに向かって。あ、じゃあせよ。上野葵です。お、福岡出身で今韓国でダンサーとして活動してます。
です。韓国に住んでるんですか？韓国に。何年目ぐらいなんですか？今1年半ぐらい。あ、だったらずっと韓国で1年半ダンスをやってるみたいな感じ。そうです、チームに入ってて。チームとかあるんだ。チームとは、なんかその SNS 上で、うん、それこそ YouTube とか、うんうんうん、で、ショーツ動画で見せたから、それ、お名前は何て言うんですか？TIMT、TIMT、めっちゃ有名です。マジで？ぜひ TIMT 検索して見てみてください。ちょっと今日はどういう感じなんですかね？タイムスケジュール。そうです、僕たちあんまり全く把握しなくて、はい、どういう、私も毎度わかりません。ちょっと、あ、そうなんですか？近くに、はい、毎度わからないんですか？お年寄りのマリコでございます。いやあのやっぱりちょっとあの僕たちあの本番に向けて、はい、バータリとか、はい、したいですよね。リハーサルとか、はいはい、もうやりたいもん勝ちなので、はい、あのもう本当に韓国ご存知だと思うので、はい、もうやりますって言わない限りできません。なるほどなるほどなるほど。ステージでやらせてくれるんですか？はい、あの、ただ言葉、今日もうこの時間なのでちょっと無理だと思うんですけれども、はい、バータリとその、まあ、振りっていうか、うちの、まあ、振り合わせ先生の方に確認してください。わかりました。じゃあ今日も、うん、マミ先輩に、マミパイセンにちょっといろいろ教えてもらえますか？教えてもらいましょう。じゃあ早速、早速もうステージ行っちゃって大丈夫ですか？そうですね、ちょっと確認しに行きましょう、行きましょう。はい、ありがとうございます。わぁ、ちょっとな、ちょっと、そう緊張するな。え？緊張するな。緊張しちゃう、ゲスト。なんか、前回よりセクシーなんだよな、衣装が。やっぱ。どこ見てんの？え？なんて？セクシー。どこ今足完全に今目線が見てねえや見てねえから今完全に目線が真下にてたよ。やっぱ集大成なわけじゃん、うん、僕たちもこの前ねダンススタジオで教えてもらったんだけど、後日ね改めて何回も練習してきたんで、その成果ちょっと早く見せたいわ皆さんに。そうだね。お久しぶりです。あ本日はカメラマン、カメラマン、カメラマン、よろしくお願いします。お願いします。あ、先生いいですか出て。みんな泥棒です。泥棒。なんでなんで届かにゃ。なんでこんにちは。いるもの欲しい。カナガス、いるものカナガスに住んでた。はい、こんにちは。こんにちは。今日ありがとうございます。ねえ、頑張りだ。あげすみだ。ステージ上がっちゃって。はい、先生お願いします。今は上がってる。はい、あんまうちやとあれなんで、あのこれのこのこれ基準で、はい、この真ん中に外足が来るぐらい、これぐらい。わかりました。これぐらい。そうです。だからこっちは左足がこのセンターぐらい。はい、センターがわかんないです。まだついてなくて。多分バミリね。バミリが。ちょっとバミっといてね、後で。バミっときます。あとバミリ必要だから。で、マリコさんがめちゃくちゃ。来た来た。ちっちゃいな。ちょっと今聞こえないですよね。オッケー、もう大丈夫だね。いやー、リハーサルお疲れ様でした。どうでしたか？いやもうちゃんとね、バミリもできたし、うん、段取りもしっかりできたし、アイコンタクトもできるようになったから、うん、本番でもいいプレーが、いいパフォーマンスができるんじゃないかと俺は思ってるよ。サッカーじゃないからね。違うの？プレーとか言うけど違う。ダンスですから。あ、そうか。でもちょっとやっぱ緊張してるから、ちょっとそうだよね。今はさ、観客の方がいらっしゃらないけど、多分本番になったら観客の方も埋まって、頭の中が真っ白になるじゃん、そういう時。いやどうしよう、マジで振り間違えたらどうしよう。そうだからちょっとね、心配なんだけど、ね、今までやってきたのがあるし、かっこいい。自分それをなんか本領発揮できればいいなって思って、チームのためにわすげえ頑張っていきたいなって。いいっすね、いいっすね。もう一回本番前に回しますか？本番始まって、はいはい、次の次に僕たちの出番なんだけど、はい、正直僕は緊張してるわ。やばいよ、なんか人もいっぱい来てるし、これミスれないからね。ミスったらやばいから。やべえ。けど持ち前の僕たちの明るさ、明るさで顔で踊ればいいって言ってた。ちょっと意気込みみたいなのを本番前のに聞かせてください。ありがとうございます。今日はお二人にお世話になって本当に感謝しました。ありがとうございます。発表していただきます。いや、よろしくお願いします。十分になります。ありがとうございます。
く踊らせていただきます。頑張ります。頑張ります。ではありません、お二人の踊りの前で歌わせていただきます。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今本番前じゃないですか、緊張してますよね。めっちゃ緊張してます。すごいなんか慣れてそうだからさ、マミさんにいろいろ教えてもらったんで、その恩を返すためにもそうだね、はい、打ちかまして、はい、打ちかましましょう、はい、ファイティン、ファイティン。あ、오늘이마리코를또응원하기위해서일본에서직접또빡일본말로백댄서를빡쿠댄서라고하는데빡쿠댄서네명이또왔어요게어미미와아오이그리고일본의인기유튜버떡볶이사무라이가올라오세요떡볶이사무라이같이올라와있는가봐요잘생겼어요네떡볶이사무라이잘생겼어요네감사합니다네안녕하세요일본에서마리코라고합니다부탁드립니다떡볶이사무라이간짱간짱이름이름은간짱입니다간짱이간짱오가오가명오가명입니다오늘옷이에요오가명네 아이따가저자좀이따가올라오고네미미아오이주세요네 네 감사합니다 네 그다음에 아래 깜짝 이번에 유명한I'm sorry.
いや成功すぎる。大成功大成功大成功。お疲れ様でした。楽しい楽しいダンス楽しい。やばいね、輝いてた、みんな輝いてたよ。みんなさ、一番乗ってたんじゃない、お客さんたちが。マジ楽しかった。いや、ありがとうございました、本当にダンス教えていただき。大丈夫でした、僕たち本番にお強いですね。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした、本当に。そっちもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。いや、本当になんか一つをものものを作れて、はい、めっちゃいいステージになったと思ってて、いや、お客さんとかめっちゃ盛り上がってましたから。すごかったですよね。一番みんな拍手してた。あ、すごい。歓声もすごかったし。いやいや、嬉しかった。途中のあの岡部何あれ、なんかこれやってなかった。やったで、ね、かっこいいから。ギャラギタギャラギタまたやってたよね。ギャラギタ。だからなんかみんながやっぱなんか愛まみ合ってめっちゃいいステージだったなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい。ステージの外から見てちょっとどんな感じでした？ステージはね、はい、もう超プロフェッショナルだ。バッチリでした。バッチリ。よかった。それね、マリコさん声よう通るね、あんた、うん、やっぱりね、やっぱりね、うん、前の歌手たちに比べたらびっくりして、うん、叫んでましたよね。叫んでた。すいません、怒られました先生に。そうね、先生になんだその猫みたいな声を猫が鳴いとるんかみたいに怒られてた。いや、すごいいいステージなんだもん。お二人はどうでしたか？楽しかった。楽しかった。楽しかった。みんなと一緒に踊れて楽しかった。あ、よかったです。改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんか、一皮むけた気がします。皮がむけた気がします。すごい、なんていうんだろうな、多くの人に。うん、感動を少しは与えられたのかなと思って。アイドルだね、うん、なんかすごいやりがいがあったな今日ダンス。なんか、ね、楽しかったわ。俺はね、うん、もう早く終わって打ち上げしてビール飲みたい。うわ酒で動いてんじゃん。だから俺飲むために、うん、打ち上げを楽しむために頑張ってたから。草サッカーのおじさんたちとかじゃないよね。あの人たちもサッカーやるために行くんじゃないんだから。あ、違う、酒飲むためにやってるんだから。俺今日そんな感じで来たんだ。その感じで来たんだ。早く。でもいや、でもすごい楽しかった、うんうん、なんだろう、あのお客さんがいらっしゃるから、うん、その反応を見ながらこうやって生のものをお届けできるって、なんかすげえ。俺一瞬過ぎて記憶ないんだけど。わかる。ちょっとね、もったいない。もうちょっと長くやりたかった。俺もっと暴れられる自信あったのに。もっと暴れたかったのに全然暴れなくて、俺パッて気づいたらもう終わってるみたいな感じで、で緊張もしてたから、うん、汗ダラダラになりながら、なんとかなんとか、うん、箱ぶち上げられたかなと思って。箱っていうタイプ。あれいい経験になりました。すごいね。ありがとうございました。ちょっと俺思った、例えばさ、これどう、もしもこうやって韓国で何か挑戦したい日本の方とかいらっしゃったら、うん、なんか DM とかもらうのどう？助けたいね。これで俺ちょっと言いたいのが、うん、DM って僕たちいろんな方からメッセージ来るからさ、うん、1回で見れないパターンあるじゃん、うんうんうん、だけどくじけずに何回も送ってほしいっていう、うん、もしこの中で、うん、私こういうのやりたいから特技侍ぜひ来てくださいとかあったら全然力になるよね。だそれこそ韓国でなんか挑戦したいとかっていうのを、うん、僕たちがなんかバックアップできたらちょっと面白くない？うんうんうん、なんかそういう企画もなんかもし今後できたら。そうだね。これをきっかけに、うん、なんかやってみたいなと思った。あとね、僕思いました。 YouTuber ってさ、意外と YouTuber とコラボするじゃん、うん、それがコラボっていう感じだと思うんだけど、トッポギ侍って違うんすよ、うん、常に日々がコラボっていう、あのいろんな韓国の方とかさ出るわけじゃん。出会いがね。そう。なるほど。その日々のその生活を切り抜いてる時点でもうコラボしてるんだな、うん、なるほどなるほどなるほど。だから今も大コラボ、うん、大コラボ、大物、大物と人数えぐいから。確かに確かに。観客さんとかもそうだから。確かに。俺たちってほぼ毎日がコラボだし、なんかそれぐらい出会いがいいんだなって、なんか改めて今日またやりながら思ったね。だからぜひぜひ、だから DM で助けてほしい人、うん、送ってみてください。待ってます。お待ちしております。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を見た皆さん、日韓の架け橋じゃんと思った方はぜひチャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いします。あと僕たちインスタと TikTok と X やっております。ぜひご興味ある方はフォローお願いします。それでは次の動画まで、バイバーイ。날라간다.